オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当は大輔先生です。では早速お聞きください。Bonjour, c'est Daisuke, professeur chez Ensemble en français. Comment allez-vous? こんにちは。アンサンブルアンフランセフランス語講師の大輔です。お元気でしょうか？あっという間に3月になりました。少しずつ暖かくなってきて、春はすぐそこまで来ているのを感じますが、まだまだ寒暖の差が激しいですので、体調管理には気をつけてください。フランス語を勉強されている方や、フランス文化を勉強されている方は、アリアンスという言葉を耳にしたことがあると思います。このアリアンス、同盟や連合、結合という意味があって、英語でもアライアンスというので、航空会社の航空連合などで耳にしたことがある人も多いと思います。実はこのアリアンス、結婚指輪という意味もあります。アリアンスはもともと結びつくこと、結びつけることという意味なので、二人を結びつけるもの、結婚指輪という意味になるんですね。なんかロマンチックですよね。さて、本日のアラカフェットは二部構成でお届けします。第一部は僕、大輔がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は2月半ばにデビューされたミレイユ先生をご紹介します。それでは早速本日のフランス語レッスンを始めましょう。今日はフランス語がうまく発音できていない理由、その第2弾です。正しい文法と正しい読み方でフランス語を話しているはずなのに、フランス人に通じない、よく聞き返される、見当違いな返事が返ってくる場合、その理由は2つ。覚えていますか？聞こえていないか、うまく発音できていないでしたよね。そしてそのうまく発音できていない原因は主に次の6つに当てはまります。おさらいしておきましょう。 1. 日本語にない曖昧な音がうまく発音できていない。 2. 余計なところに母音が入っている。 3. Rの発音がうまくできていない。4. V, F の発音がうまくできていない。5. R と L がごちゃごちゃになっている。6. ビボイン、オンがアンになっている。第1弾では1と2をご紹介しました。気になる人は第1弾もご覧ください。YouTube でご覧の方は概要欄に URL を記載しています。さあ、第2弾の今日は3と4を詳しくご紹介します。3、R の発音がうまくできていない。フランス語の R の発音は喉を鳴らす音なのでとても難しいですよね。と発音します。喉を鳴らす R、難しいですが、例えば、
呆れた時にわざと大きく聞こえるようにため息をつくことがありますよね。はぁ、または何言ってんのという時のはぁはぁ、ネガティブな表現ばかりですが、あの感じで喉を鳴らしてみてください。はぁ、こんな感じ。このエーフの発音の仕方に関してはアンサンブルの他のビデオでも詳しく説明していますので、そちらでも確認してください。概要欄にビデオの URL を貼っておきます。このエーフがうまく発音できていない場合というよりも、うまく処理できていない場合、別の単語に聞こえることがあります。フランス語のエーフをうまく処理するポイントは2つ。子音のすぐ後ろに来るエーははっきりと聞こえるように発音する。母音の後ろに来るエーフは軽くという音が聞こえていればいい。子音のすぐ後ろに来るエーフ、例えばと何々すぎる、très、とても。今はわざと強めにエーフを発音していますが、練習の時はこれくらいはっきり発音しておきましょう。この時ふがあまり聞こえないと、とてと聞こえてしまいます。と発音すると、早いという意味のと、ては君ののてに聞こえます。話の流れから何を言っているか推測できますし、品詞がそもそも違うので間違って伝わることはないとはいえ、話し相手はその都度考えながら会話をするので誤解や変な間が生まれてしまうことがあります。まずはしっかりエーフを鳴らす練習をしてみましょう。ととととてててて。この子音のすぐ後ろに来るエーフをうまく処理するコツもお伝えしておきましょう。例えば先ほどのと、ての後ろには母音がありませんから、ては、とや、ととは発音できません。第一弾でお話しした母音の断捨離です。この単語にある母音は、えの後ろのおだけです。最初からおの口を準備した状態で、一気にとから、をまで駆け抜けます。と、とほやとほとならないように気をつけましょう。とほと発音すると、とほ、オスの牛、お牛という意味になります。たも同じように最初からえの口を準備しておくと、とへやとへとならずに発音できますよ。一方、母音の後ろに来るエーフは、それほどはっきりと発音しなくても、軽くが聞こえていれば、きちんと聞き取ってもらえます。例えば、パラプリュイ、傘。パラプリュイと、を必死で発音しなくても、パラプリュイと軽く発音するだけで大丈夫です。練習してみましょう。パラプリュイ、パラプリュイ、パラプリュイ。柔らかく発音してくださいね。子音の後ろははっきりと、母音の後ろは軽くを意識して次の単語で練習してみましょう。パラメトル、
要因や設定という意味ですが、2つのパターンが両方入っていますね。うまく発音できましたか？ではもう一つ。エレクトーカーディオグラム。まためちゃくちゃ長いのが来ましたが、うまく言えましたか？エレクトーカーディオグラム。エレクトーカーディオグラム。これは心電図という意味の単語です。4、V、F の発音がうまくできていない。V と F の発音で共通しているのは摩擦音です。上の歯が下唇に軽く触れている状態で、と鳴らします。どちらも息が続く限り発音し続けられるというのがポイントです。F が日本語のフになっていたり、V がベの音になっていると聞き取ってもらえない、もしくは別の単語になってしまうので注意が必要です。例えば、フランス。これをフランス、フランスと発音すると、フが聞こえないので、ランスと別の町の名前に聞こえてしまうかもしれません。そして、V と B の決定的な違いは、V が摩擦音、B が破裂音です。これを間違えると、似ているのに全く違う単語になることが多いです。ボン、風。ボン、ベンチ。ヴァン、ワイン。バン、お風呂。ヴェットモン、服。ヴェットモン、愚かにも。ヴェ、エフともに発音の練習をするときは、しっかりと摩擦音を鳴らす癖をつけておきましょう。ところで、ヴェとF が入っている単語をうまく発音できないという人も多いと思います。この場合、V や F を発音するときに唇を噛みすぎているかもしれません。中学校の英語の授業で V と F は唇を噛んで発音すると教わったという人も多いかもしれません。例えば、very。僕の英語の発音はあまり良くないので参考にしないでください。ただ、英語は単語のどこかに強いアクセントを持ってリズムを作る言語なので、唇をしっかり噛んで発音することで、しっかりとアクセントとリズムを作ることができます。一方、フランス語は英語のように強いアクセントやリズムは必要ないので、むしろ唇を噛みすぎるとかえって発音しにくくなります。さらに、唇を噛みすぎた場合、バ、バと逆に破裂音に聞こえてしまうこともあります。今僕は唇を噛みました。バ、バ、破裂音に聞こえますよね。フランス語の V、F は摩擦音が鳴っていればいいと覚えましょう。必ずしも唇を噛む必要はありません。上の前歯が下唇の内側に軽く触れていれば摩擦音を鳴らすことができますよ。ブブブブブ。極端なことを言うと、下の前歯が上唇の内側に触れていても摩擦音を鳴らすことはできます。ブブブブ。ただめちゃくちゃやりにくいので、普通は上の前歯と下唇を使います。では、唇を噛みすぎないように摩擦音さえ鳴っていればいいを意識して練習してみましょう。そうですね、ワクサン。これは
皆さんも今一番耳にする単語ではないでしょうか。ワクチンです。ではもう一つ、聞いたことありませんか。アヴォンギャード、前衛という意味で、アヴァンギャルドと言われればしっくりきますよね。これからもしアヴァンギャルドという必要があるときには、アヴォンギャードと発音してください。昨日行った美術館さ、アヴォンギャードの作品が多かったんだよね。V や F が含まれている単語を見つけたら、摩擦音をしっかり鳴らして発音する練習をしてみてください。これが今日の宿題です。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン、無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方は、ぜひアンサンブルアンフランセのホームページから、無料メールレッスンにご登録ください。それではまた、アビアントー。大輔先生、ありがとうございました。アラカフェットは、日本最大のオンラインフランス語学校、アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして、番組の第2部はアンサンブルスタッフのよしこがお届けします。今回は2月22日にデビューされたミレイユ先生についてご紹介いたします。フランス語講師としては2002年から活躍されているミレイユ先生。2011年にはなんと NHK 教育テレビジョンのテレビでフランス語に出演されていたそうです。テレビでミレイユ先生を見かけたことがあるという方は少なくないのかもしれませんね。フランス語講師としてはもちろん、日本語の深い知識を生かして、通訳・翻訳業の経験も長いミレイユ先生は、日本語との微妙な違いを比較しながら、丁寧にフランス語の説明を行ってくれるので、理解と定着がしやすいレッスンが魅力です。フォーマルな文章から、ネイティブが使う自然な言い方まで幅広く伝授してくれ、さらに初心者には別のシンプルな言い方も提示してくださるので、生徒のレベルと必要に合った指導を行うことができます。レッスン中は常に笑顔で明るく、面白い例えや応用練習を積極的に取り入れながら、文法も発音もしっかり教えてくれるため、受講しているうちにどんどんフランス語が好きになります。入門者から上級者まで全レベルの生徒様におすすめしたい講師です。気になる方はぜひ一度ミレイユ先生のレッスンを受講してみてくださいね。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。
それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。